あなたの名刺はどんなデザインですかと、会社名と、住所と電話番号から名前が書いてあるような名刺は多分机の肥やしになってしまうんではないでしょうかと。私たちの言うこのスマート名刺っていうのはまず顔写真がついてる、そしてそこには自分の利用しているアプリが並ぶわけですね。ホームページがついててもいいけど、できれば YouTube がついて、そこからメッセージが出てくる、商品の説明だとか自分のプロフィールを自己紹介がショートムービーで出てくる。当然 Facebook をされていたり Instagram をされていたり LINE で関係構築をするというのも出てきます。このような一つの名刺から複数の、ソーシャルメディアにつなげる、これがスマート名刺です。時には通販サイトで、商品を見て、それを気に入れば注文をして、そしてスマホで決済までできるようなことがあるわけです。個人の名刺もこんなことで使えますし、またお店の名刺もこんなことに使えることができます。これは1日10円、月300円で、サーバー管理をしてくれる会社があるわけです。ぜひ、あなたもこのスマート名刺というものに、新しい顧客、そしてから既存のお客様の関係構築を深めるためにもぜひ、チャレンジされたらいかがでしょうかと。